やばいよ。ああ、やばい。それはやばい。余計なこと言ったよ、今。ワンワンタイム。もう一回。ワンワンタイム。やり直してみたい。ワンワンタイム。だからお願い。所属
のアイリです。アイリー。はい、ビジュアル担当、営業部所属のアンです。アン。はい、広報部所属、あ、プレッジのふわふわ担当、みんなを癒すバイ、広報部所属のリナです。リナ。はい、みんなの心を晴れにします、歌唱力ナンバーワン、クリエイティブ科所属のミユです。ミユ。はい、エクボの深さは企業秘密、秘書所属のモエカです。モエカ。せーの、よろしくお願いします。はい、本日は定期無料単独ライブに来てくれた方、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はですね、制服ライブということで制服になっちゃいました。イエーイ。え、なんかポイント言いたい子いる？はい、はい、私ね、ピンクのシャツでなんかちょっとギャルっぽいかな、ね、なんか前もギャルっぽくて、そう、前は前髪上げてた。あ、そっかそっかそっか、可愛かった、あれ、前髪上げて、可愛かった、今日は前髪上げて気がついてた。ギャルとさ、清楚に分かれてる気がする。え、そう、なんかいつも清楚がギャルじゃない？そうなんだよね。確かに、私も清楚だし、みんな清楚やん、清楚。そう、清楚です、今日は。そう、珍しくない？よかった。アイリちゃんがピンク着てるのが結構かわいい。ビジュアルの制服なんだよ。そうです。かわいいよね。かわいい。そう、あとなんかアンちゃん着てるだけネクタイだしね。そう、ほんとかっこいい。そう。はい、ということでですね、こんな感じでなんか毎回いろんな企画をやったりとか、ちょっと衣装が違かったりとか、なんかいろんなことをね、これからやっていこうと思うので、ぜひ毎回来てくれたらなと思います。はい、そして動員チャレンジもね、やっておりまして、最大でね、100人だとなんかディズニーチケット、こっちがね、こちら側なんですけど、こちら側なんですけどもらえたりとか、ファンの皆さんもね、あのもらえたりとかするので、そこもね、一緒になんか頑張れたらいいななんて思ってるので、はいはい、一緒についてきてくれたらなと思います。はい、はい、します。それでは次の曲聴いてください。
さよならから始まる私たちの未来、誓い合った約束は離れても友達。プリンス最後の曲になります。プリンスの制作方、最後も地味に楽しんでください。きっとこれからも権利を獲得できたらいいなと思っています。はい、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。